小永井さん、まずベスマーガレットって週刊マーガレットがあるんですけど、週刊マーガレットで連載している漫画のダイジェストを別冊に載せると、月刊かな最初ね、最初は ね、うん、でそれで単行本出てなかったから、うんうん、まとめて読めるっつって喜んでいると、うんうん、でそれとプラス大御所が時々書いてくれるっていうのを、まあ、最初の別冊マーガレットスタートするわけですね。そういうスタート。それだけではどうしようもないから、うんうん、なんとかここでしか読めない新人が欲しいなって、これ後のジャンプのやり方につながってきますよね。新人を確保する、もしくは新人漫画家を育てるっていう方向になっていくという、うんうん、でなので別マースクールっていう伝説のこの、君が一番得意です。はい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 。これを始めたのが小永井さんですね。1966年に始めました。はい、うん、僕が生まれた同じです。同じです、はいはい、そこの先生をやってたのがこの鈴木光明さんで、そうです、先ほど言ってた少女漫画入門っていう伝説の本を出す方。